はい、どうも皆さんこんにちは、ブリザーズです。というわけで今回ブロスターやっていきましょうってことで、今回バトロワやっていこうかなと思います。動画では多分初めてですね、やっていきましょう。最近使ってるレオンもやっていきます。勝てるかな。俺バトロワ結構苦手なんですよね。このタイプのバトロワってなんかなんだろう、すごい変な感じがする。まずは1個取って、なんだあの音は。ありがとう。やべ、あぶれ。壁際で回復を本当にこの競技って壁際使うの本当に大事だよね。あれ変なこと思った。ありがとうずるいわ。あそこにプリもいんのか。いや物資の中怖え。あ、でもあっちに一人いて、プリモがさっきあっちにいたから多分その二人で終わりだ。ってことはこれワンチャン1位狙えるな。いやーこれ索敵される、つら。オッケー、どこにいるんだろう。あ、いた。危な。これガスの中追い込むか。時期出てくるでしょ多分。そこを狙っちゃおう。これたまあ、いけるっちゃいける。あーめんどくさ。これでガスとペニーが置いてくれた爆弾使って、オッケー勝利。いやこれ結構俺運が良かったな。やったー、レオンで勝てると思わなかった。でもまあめちゃめちゃ近づけば火力めちゃくちゃ出るからね。はい、じゃあ次タラ使っていきたいと思います。なんか結構キャラクターでシェリーとかブルとか、まあさっき出てきてエルプリモとか、よく見がちなキャラは今回あんま使わないでおきます。ちょっと特殊なキャラばっか使っていこうかなって思ってるんで。からのスタートか。しかも両脇ブルじゃん。硬いやつばっかじゃん。しかもボウもいるし。次の一発も枯れないな。これこっち向きにやった方がいいのかな。あ、そっち向きにやった方が早くやれやすいんだった。そっか、タラって貫通だったな。それ忘れてたわ。こんなことあんまりしないからな、タラで。オッケー、まずはこれ取って、でここから戦いに行きますか。ボウがあそこにいるのが分かるように。でブルがあそこにいる。戦いたいけど、いて、ダメージ食らうけど、いやー火力高えな。結構持ってるからな。いや待って、俺これやばいかもしれない。危な、助かった。でもあの棒にはちょっと当たりたくないな、怖いな。いやーこれブラックホール出せたらでかいんだけど。いやーちょっとあった、あっぶね。とっさの判断してどうだった。ちょっと待って、手がめっちゃ震える、めっちゃ手が震えた今、怖い。あと2人だけか。魚振るか。魚振ったら1位取れそうだな。これ3つ並んだ。いやこれ魚振りたいな。いって、いやバレた今ので。多分俺2人狙いに行くんだよな。オッケーオッケー。でもここで撃っといて、
ッケーナイスいやこれまでブラックホール範囲がバカ広いから本当に便利だな。これ最初のファームの時にもうちょっと効率よくできればもうちょっとうまく立ち回れてたかもね。やったぜ。はい、じゃあ次ダリル使っていきたいと思います。ダリルで俺一時期バトロイ回してたんですけど、でもなんか初動ミスっちゃうと本当に弱いんですよね。そこちょっと心配なんだよな。やっていきましょう。いやダリルで勝ちたい。せめて3位ぐらいに入りたい。いやこのダブル、こうなんか早速一個、待ってそれは聞いてねえ。いやー怖い怖いよー、危ないもうこれ戦っても勝てる気がしない。俺これ吹いつかれたら絶対に負ける。やべえこれ、ちょっと待って一回とりあえず回復させてもらって、あのダイナマイクとかやりたいんだけどな。いや怖い、もうこれ俺怖すぎて近づけない。あの物資の中全然近づけない。どうしよう。オッケー、これでかい、めちゃくちゃでかい。これはもうこれで HP 回復するの待とう、一回待とう。これ狙ってくんな狙ってくんな狙ってくんな、熱熱熱、やっぱ多く持ってるから狙われやすいな俺。あのバーリーやりてえな、やれるかなこれで。いやダメだ、弾が足んない、あっぶな。いやこれブル絶対この真ん中のブッシュ群の中にいるから怖いな。いやダメだダメだ、いるんだよな。しかも俺持ってたから狙われてんだよ。 1v3 だったもんな、今の完全に。いやそこちょっとでかかったな。はい、じゃあ気を取り直してやっていきましょう。もう一回、ここあんま立ち位置よくねえんだよな。カラスがちょっとどっか行ってくれたんで、まあこれ一個まず取っといて、でここで、やば毒いて、あっぶな。いやこれ狙われるんだよな。ちょっとここで一回体力回復しとくか。あー行って毒痛かったな。でも無理やりあそこ取れたのはでかかった。あぶね。いやーちょっとこれ俺挟まれる、挟まれるのだけはちょっと。いやーレオンいるんだよなここ。逃げるわ一回。え、めっちゃ追っかけてくる。気持ち悪い。当たんない。いや、レオン、この、大きい物資の中いるんだよな。怖え、それが。オッケー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 。いや、12個持ってんのかよ。いや、強い、レオン！これは強え。これは乾杯だ。ずっと陣取ってるし、エメラルドっていうかあれずっと持ってるから、いやこれはきつかったな、うまかったなレオン。はい、というわけで、以上で終わりたいと思います。バトロイ結構1位2回取れたのはでかかったね。ちょっと嬉しかったです。あのレオンとかタラとかであんま使ってなかったキャラだったんでいけるかなと思って不安だったんですけど、意外といけたんで嬉しかったです。以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。